ブかな、レトロ。まあ、最近新規の人多いよな。ちょっと竜やろうかな、じゃあ、ちょっと竜。ちょっと竜やんね。戦いの先へ。トットありがとう。明日か、ありがとう。あと、ありがとう。新規なんですけど、竜とかけどっちがおすすめか。問題やるよ。勝ちに行くんだったら多分竜だね。ぶっちゃけ。俺は最近そう思ってる。組み合わせによるはよるんだけど、じゃあ逆に影の方がいける組み合わせって何なのっていう、出川順ありがとう。っていうとね、今んとこね、ダルシムと、あ、ポイズンは影の方がいいかもな。ダルシム、ポイズン、あとなんだろうね。影のは勝ち筋分かりやすいっていうのはまああるけど、やっぱりね、ちょっとね、波動拳対策があるキャラに対して、あ、降臨とかは影のは勝ちやすいかもしれないけど、なんだかんだで、例えばね、玉抜け超簡単なキャラとかに対して影はほんときついと思う。竜はなんだかんだで結構抜けるのむずいと思うから、相手もね。月鬼ありがとう。あと、まあ、わかんないけど、さすがに、次の調整で、まあ、竜はまたパワーアップはすると思うから、そういう意味でも投資感覚でやっとくのは悪くない気はする。右側に、あ、そうか。セフィーラー X、 ありがとう。確かに3番あったんだな。あ、でも3秒好きだ。サメの得意。なんぞち。あれー、こんな勝ち方。ケイポラスかな、ありがとう。
マディ、マディありがとう。ラットありがとう。自分に合ったキャラ、合う合わないってあんのかな、そもそも。シンプルに勝てないって話だったら多分熟練度、面白いと思うキャラがいないってなったらちょっと問題だけど、勝ち負けの話だったら、うわっおい、ふう、なんかいっぱい。勝てなくて悩んでるんだったらもう本当シンプルにそれで熟練度の問題。本気よくやるしかないね。ゲージ欲しいな。お腹いっぱい。あれメガテンボス戦、ボス戦配信者ダメなんだ。一番盛り上がりポイントだもんな。でもそこな、メガテンやってない。あ、猫ね。ピ。
うわ、やってない、やってない、やってない。暴発からとんでもないことになったな。そうなんだ。龍が一番練習必要なんだよな、ね、これも。波動マジで出ないもんね。
わお。あ、やべやべ。出てねえんだよな。むずすぎんだよマジで。昇竜拳のは簡単なんだもんな。カバーをカバー、カバーをカバー、ありがとう。出たー。マイク映ってない。これでどう。ハローありがとう。
コフェッソかな、あれだこれ、だから うわっ、ウィーぐちゃぐちゃ。これも入んねえのか。立ち襲撃くらい。いいじゃん。いいじゃんね。ポンポンポン。昨日ありがとう。昨日。Final round. Fight.
いやー部入りは出ると思うんだけどね。めめめありがとう。今日はもうどれもそうだね、終わったね。メインキャラが波動キャラになったらマジで波動をひたすら俺もだな。ナッシュのソニックって竜巻抜けれるのかな？抜けれそうだよね。無理か。無理か。いで。マジっすか。
ああ、できなかった。4フレキャラはね、最速の通常技のフレームが4フレってこと。3フレは3フレーム、最速の通常技が3フレームキャラ。竜は立ちショーパンが3だから3フレキャラ。うわ、マジか。あったいい？あれ？間に合ってねえし。トリガー何点を利用して CA、 トリガーやると一瞬画面が止まるから、その間に状況確認して何か行動するのを、まあ俗にカンニングって呼ばれてる、カンニングと呼ばれてるテクニックですね。ってわかんねえよな、マジで一瞬息吹だと思っちゃうよ。Round 1 Fight。
いや、これじゃダメです。手身を縦にオロチからボタンを押してくる人が苦手なんですけど、いい対処法ありますか？まあめんどくさいよね。めんどくさいのはわかるんだけど、まあでも当て身が出た時に最大を取るっていうことぐらいしか対処法ないよね。ぶっちゃけ。基本相手が不利な駆け引きなはずだから。まあそうね、一応投げは当て身でも打撃でも投げは勝つから投げに行っちゃうって、まあでもな、オロチの後だと投げに最速打撃負けんじゃなかったっけ。まあ嫌だよね、嫌だと思います。まあでも嫌なだけで強いかって言われると多分強くないね。やっぱり相手としてもリスキーだからね。やっぱね、弱いんですよ、当て身っつは。基本的には。強かった当て身ってあんのかな？ないけど、それは。あいやー。この2段弱えよなー。
罪や。さすがに小技ペチペチ脱げらんねえな。鬼頭で昇竜はまあそうだね、全然出るね。いや、第2しちゃったよ。はぁ、でねえか。なんか一回で終わらしてんの。出ねえ。あー、マジか。削りたいよね。これでリーサルですかね。どうですか。リーサルですね。ボンアリ、ボンアリです。格ゲー用語講座。講座するほどでもねえと思うけど、まあ、わかんないことあったら答えるよ。ネカリはちょっとなんか別に、知らない用語ある？例えば何がわかんない？ボンアリはね、ボンチャンありがとうの略。立ち台、立ち中キックキャンス、立ち中キック V 取り立ち台、真空がボンちゃんありがとう。ボンが最初にやり始めた。あのシーズン1の時にボンが最初にやり始めた。昔は作ってたけどなくなった用語。まくり。詐欺全般。詐欺飛びっていうのは、基本的にね、持続を重ねて、ジャンプもそうなんだけど、持続を重ねて、相手の攻撃、無敵技を
ガードもしくはすかすように技を重ねることを詐欺飛びとか詐欺当てとかっていうね、まあ、ユリアンとか簡単だよね。ユリアンとかに小技重ねるとガードできるでしょ、EX セット。あれが詐欺当てだったり、詐欺飛びだったりします。あ、ちなみに、俺は詐欺って言ってるけど、一般的にはなんかアントビとか言われてるかな。意味は一緒ね。アントビと詐欺飛び、意味は一緒です。マシン用語なんですよ、実は。詐欺飛びって。俺、マシン子だからさ。あ、バカバカ、カウンターじゃねえじゃん。マシンコだからマシン用語使ってるけど、まあ、アントビでいいと思いますよ。あ、これか、アテミ。噂の。弾、ああ。あ、こういうことね。まあ、この通り隙がでかいんで。シミは相手の投げスカリを、後ろ歩きで透かして、その空振りの隙に技を当てることをしみています。解決しますね。投げしけ？投げしけっていうか、投げしけは投げしけだからね。投げしけ狩りと趣味は同じ意味だけど、投げしけ自体は投げモーションが空振ることだから。F 式はね、F 式は、F 式はね、現象としては、しゃがんでる相手に、ジャンプ攻撃の上りをヒットさせるっていうのが、まあ、現象なんだけど、原理は、ちょっと説明がめんどくさい、めんどくさいな。原理はちょっと説明がめんどくさいんだけども、まあ、要は、しゃがんでるにもかかわらず、上りのジャンプ攻撃がヒットしてしまうことを、F 式と言います。状況としては、起き上がった直後か、相手のジャンプ攻撃を引きつけてガードしたときに、されちゃう。あと背の高いキャラ、主に背の高いキャラが食らう。食らうのよ。はい。終わんねえかこれ。あ、しぶしぶ、さすがパリ。ああ、そうかそうか。
ゲージがあるときは DX 処理だね。ないときの駆け引き結構熱いのかもしれないな、これ。熱くはない。別に熱くはない。すんげえ押せた。パンコイ、大パンコイ。大パンコイ、大パンコイ。ひゅー、リーサルかな。リーサルだよね。あ、バカバカ。本田後でやるよ。まあこれ終わったら本田でもいいかな。これ負けたら本田にしようかな。じゃあ竜負けたら本田。ガークゲやってたよね。あ、負けそう。私大会入賞時のコメントで本田って言ったら何だったの？それはですね、俺が言ったんじゃないんですよ。俺が言ったんじゃないシリーズ第一なんです。あの頃ね、俺コメント書くのめんどくさくて他の人に書いてもらってたのよ。めんどくさいや、優勝した後のコメントなんて。そしたら勝手にいろいろ書かれちゃって。端まで行ったらこれもうあれなのかな。いやーひやーひやー、メガテンやりたいよー、メガテンやりたいよー。後ろ、おお、マジ。バカ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 いや、これコンボ何良かったんだ。さすがにそっか。いや、どうすんだこれ。ここボンちゃんありがとう。シーズン5本ちゃんありがとう、シーズン5バージョン。 You win. あ、あれ即答がいいのか。いいんだけどね。はい、でこの間の CPT がまあお自殺みたいなもんだけどな、ぶっちゃけ。入れ入れて大パンいって大パンいって、
ないっすら。まあそうよ、あれおじさすだよね、ぶっちゃけ。わあ、よし、じゃあ本でやるか。You lose. え、ゴンタってカペ最新やってんの？すげえな。テコでもそっから運がねえんだな。テコでもそっから運がねえんだな。ホンダどこー？いた。ほぼ押し。スキル1でやってみようかな、今日。あ、スキル1じゃねえ、トリガー1。ゴンタの配信ミルダムだね。コス見る。コスは本当にどうでもいいね。死ぬほどどうでもいいね。あー、何バーサスの話か。いやでも俺ホンダはなんかあれだな、影とかよりよっぽど使う場面ありそうだな。手加減なしじゃよさ、すごいんだから。あ、マジか。ああ、なるほど。で、あれをするかだな。どこで手加減なしじゃあいいかだな。頭突き後は意外とよく状況良くないです。おすぎ弁当ありがとう。いれー。
中継ぎなんかあんの？あ、あるか。チキショー。チキショーね。トリガー中トリガー中マジで受けるしかねえなこれ。音速丸ありがとう。EX 薬感がな、タマム敵とかあったらな、よかったんだけどな。やろん、ありがとう。うわ、あ、もしか。これはやっちゃダメなんだよな。あ、これ勝てんだ。なんだよ。ガス、ありがとう。ゲージはもうじゃあそれに回さなきゃダメなんだな。わあ、これできねえんだな。
うわ、これ何すればいい？こうか。鳥が弱そうだね、一応ね。さすがに。玉抜けなんかな、一応。タゲコン。マイナスでも4じゃんね、あの技。え？玉抜けじゃないよね。え？玉抜けじゃないよね。あ、こういうこと？くっす。え、あらかじめ出しとくパターン。ああ、こういうことか。え？ん？弱。弱すぎませんか。え、対空にはなんの？貯めたらクソ減る。大豆的にしよう。あ、いや、あ、これダメだ。
Round one. Fight.大パン続きってキャンセルかかんないんだっけか。やってないやってないやってない。ホンダはね、歩き結構早いよ、実は。おい、You win。 スパコン弱すぎるな、このキャラ。入んねえのかな。あ、入るやん。あれ、ちょっと待って。うわ、ここで入るってこと。え、強っ。ちょっとテクいけど強っ。無駄にさ、無駄にテクニカルなんだよな、このキャラ。本当に無駄に。なんでこんな本番難しいの、このキャラ。
ああ、中盤キャンス。え、何？無事しちゃってよかったのかな今の。ミスった。めぐりか。